皆さんこんにちは。今日から始まりましたキックオフ徳島、 MC を務めます大学生の中山香音です。リポーターは初めてなので緊張していますが、徳島のサッカーを盛り上げられるようリポート頑張ります。徳島サッカーを応援する番組キックオフ徳島、初回は柿谷、ヒョン、杉森選手がリフティングで見せる。さらに石井キャプテンと阿部選手が小学生と対決。果たして結果は。 J リーグチェアマン野々村義和です。キックオフ徳島始まります。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。まずは先週行われたブラウブリッツ秋田との試合の様子をどうぞ。先月25日ホーム鳴門で今季初勝利を目指しブラウブリッツ秋田と対戦した徳島ヴォルティス。試合開始からボールを保持するものの、前半シュートはわずか2本と秋田の堅い守備を崩すことができません。ヴォルティスは後半開始から田向、その後も今季初出場のエウシーニョらの投入でチャンスを作ります。後半18分左サイド西矢、田向のパス交換から西矢のシュート。25分にはエウシーニョ、カカとつなぎ渡りのオーバーヘッド。そして35分、小玉から西矢へのロングフィード。西矢が左サイドで仕掛け、このクロスを小玉が落とし内田がシュート。しかし枠を捉えられず、攻め続けたヴォルティス、今季初の無失点試合も初勝利とはなりませんでした。自分が入った時はやっぱりゼロでゲームをこう進めていきたいというような気持ちがあったので、まあ、そこは良かったのかなと思います。内田選手のスタメン復帰はチームにとっては非常に心強いですが、これからチームにどういうふうに貢献していきたいですか？そうですね、やっぱり安定、ビルドアップの安定さのところを含めてしっかり失点少ない安定したゲーム展開というのを進めていけたらいいかなと思います。この後午後1時からはアウェーでロアッソ熊本と対戦。今季初勝利を願って応援しましょう。続いては、今日は柿谷選手とヒョン選手と杉森選手に来ていただきました。よろしくお願いします。今日は皆さんにリフティングの技をご披露していただこうかなと思っているんですけど、どんな技を披露してくださるんですか？まあみんながおかっこいいなとか、それ真似してみたいなって思えるような技を、僕ら、まあ、言うてサッカー歴長いんでいろんな技を持ってるし、それをまあちょっとでもみんなに教えられたらなと思ってます。まずはヒョン選手からいきます。緊張してんねんけど。かわいい。かわいい。これで。これレベル何も。これレベル5やったらレベル3で。いやレベル5です。ヒョン選手のスゴ技をもう一度。オッケー。これで。先ほどの技のポイントはどういったところですか？一つ目のやつはちょっと膝を使って吸収してポンと上げて回します。で拾って挟んで回して、回した足でまた回すみたいな。ちょっと足しんどいんですけど頑張ってください。難しいです。試合で使えろ。あ、試合では使えないです。ちなみにさっきの技、柿谷選手、あ、できそうです。できないそうです。プロから見てどうなんですか、今の技は？うまいです。うまいです。めっちゃうまいです。ありがとうございます。小さい頃から
サッカーやってたんやろうなって感じですね。小さい頃からやってるじゃないですか。違う、小さい頃からサッカーやってたよ俺も。でもそんなんしてないよ。もっとがむしゃらにボール追いかけてたもん。なんか俺が追いかけてないみたいな。俺も追いかけてたんで。もっと何どういうもっと必死になってたの。俺も必死ってたもん、ね、あれお前みたいにそんなボールで遊んでへんもん。だから もし技をしたんやったらあっちボール投げてくれよ。走って取ってくるから。ヒョン選手の技に挑戦し成功した人は SNS に動画をアップしてみてね。杉森選手のスゴ技は自身をお届け。この後は石井キャプテンと阿部選手が小学生とリフティング対決。初めてやった俺これ。今回は北島小学校にやってきました。こちらにヴォルティスの選手が訪問していると伺ったのですが、一体どんなことをやっているのでしょうか。早速行ってみましょう。失礼します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ石井選手と阿部選手、なんで、あれなんかいつも机もすごいちっちゃいんですけど、なんで。いや小学校から勉強やり直そうかと思って。あ、そうですか。あら、まだじゃあランドセル背負って。はい、買ったんで。 あれ阿部選手は。あ、阿部選手は僕はあの交流があったんで小学生なんで。普通やん。この日北島小学校で行われたのはヴォルティスの選手と児童が触れ合うホームタウン交流会。今からこう始まる交流に向けて何か意気込みとか。2回笑いを取りたいです。すごい笑いに飛び起きない。めちゃくちゃ笑いを。阿部選手どうですか。はい、小学生の皆さんといい楽しい交流ができればいいなと思ってます。はい、初めなの。あなたがボケるから。バランス大事ですね。約3年ぶりに対面での開催となった交流会には4年生105名が参加。リフティング対決などで交流を深めました。そして2人からボールやフラッグなどをプレゼント。託そう。君託す。君託す。それ持ってスタジアム来いよ、スタジアム。幼い頃の夢を叶えた2人から子供たちに熱いメッセージが送られました。すごく努力は必要だと思います。その夢を本当に実現したいと思って努力するか、それとも諦めるかで夢が叶うか叶わないかは決まってくると思うので、ぜひ皆さんまずは夢を見つけること、何個あってもいいです。その中で本気で努力したいと思うものを見つけて頑張っていってほしいなと思います。夢を追うのにもやっぱり自分一人じゃ絶対にできない。家族、友達、もしくは先生、今多くのことを教えてくれる人がいっぱいいる。そういった人たちにありがとうって気持ちを持って日々過ごしてほしいと思います。それが自分の夢への道につながっていると僕は思います。お疲れ様でした。どうでしたか交流会。阿部さんどうでしたか。いや、すごく楽しくて、小学生の皆さんがすっごい元気いっぱいで、僕は圧倒されました。そうですね、パワーすごかったですね。そうですか。石井選手、笑いは取れましたか。大爆笑。大爆笑。
大爆笑ですか。しました。しました。僕が。あ、はい、でかい大爆笑しました。大爆笑。笑取ったんじゃなくて。はいはいはい、もう笑ったんで大丈夫です。大丈夫、はい。大人気でしたね。でもすごい人気。人気ですよ。まあ阿部選手より僕の方が人気ありますね。本当ですか。反応反応しなくて大丈夫。大丈夫です。言うてるだけなんで。今後もじゃあこういう小学生とかこう地域の子どもたちと交流っていうのは。していきたいですか。キャーキャー言ってくれるかじゃないです。本当にでも子供たちの夢への支えになってなれればいいかなと思うので、まあいろんな選手がいろんなことを語れるっていう場がすごい大切だと思うので、はい、続けていきたいです。すごくなんか原点に戻れたかなっていうのは思って、すごくキラキラしてましたし、なんかこれから何か起こりそうな子たちのエネルギーっていうのはすごく僕にとって新鮮味があったので、また明日から頑張れそうです。ありがとうございました。じゃあこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうですか彼女の。めっちゃうまいですね。絶対持ってないじゃないですか。絶対持ってない。やりやすい。素で言ったらいいんじゃないですか。素でちょっとなんかリポーター感出しすぎじゃないですか。テレビ見すぎ。テレビ見すぎそうですか。どういう立ち位置なんだろう。真面目なやつなのか。いや多分俺おバカな。ちょっとふざけていいのかっていうこの回、まあまあこれ自体が分かんないじゃん。そうですね。全然ふざけていただいて大丈夫。全然立ち位置あなたがですよ。持ちじゃないんだよ。全然笑い取っていただけあなたがですよ。私が持ちじゃないの。絶対勝つぞ。来週は軍師対抗女子サッカー。さらに杉森選手の凄技が登場。うわ、重い。